ジェネイン代表の倉田です。DC代表の松本です。捉え方的にはなんかあれじゃん、なんかコミュニティっていう感じじゃない、ないじゃん、うん、本当にカズマと俺の話を見るだけっていうその内容としては、僕らのその世代、今年26の代で、まあ、美容室をやっぱ経営している中で、なんだろう、美容師だけをずっとやってきた人の知識にはやっぱない部分っていうのを、まあ、会話の中からちょっと拾いながら、ちょっと聞き流してラジオみたいな感覚で聞けたらいいよねっていう、ただのグループみたいな、ただのグループではあるんですよね。そのだから無料だし、その料金をわざわざ取るとかじゃない、まあ、とかじゃないっていう、ただ覗こうみたいな、うん、でも美容師だったらとりあえずその大前提でうまいのは当たり前だから、その当たり前のところに追いつくのがまず先かなっていう、まあ最低限の力量、技術だけじゃなくて接客とか、まあそのリピートさせる会話とか、やっぱり個人の力っていうのはめっちゃ大事だから、その個の力をその上げることだったら別に何でも努力してもいいのかなって、うん、これは思っちゃう。 SNS だったりとか YouTube でもそうだし、コミュニティでも、まあ、技術を学ぶ場所ってすごく多く、うん、多いから、そのカズマも今言ってくれたけど、その最低限うまいっていうのが当たり前の中の世界であって、うん、でそのうまいの使い方がうまいのに、もっとその自分の環境を作れる、もしくは、まあ、環境に身を置いたりとか、うん、なんかそういうのがやっぱ知識がないからできていないっていう部分は、まあ、僕は逆に感じる。だからその技術ももちろん大事 であくまでそれ最低限 でその上でやっぱり知識がないって、この知識っていうのはその社会的な知識っていうかそれも基本装備、うん、そうだね、がないとなんかまずいなっていう。ミューズのまあ始まりもそれに近い部分があるから、やっぱりお金、時間、やりがいがもう全てだと思ってるんです、この人生のこの構成するためので、ここにまあどういうふうに自分の人生をフォーカスしていくかっていう部分ではあって、でもこれカズマに聞く必要もないなと思ってて、もう多分2人ともやりがいなんですよ、完全に。一番大事にしてるのはもうやりがい。でもこれ僕よく言うからこそ、講習会とかコンサルティングとかでもこの話するんですけど、その時に結構勘違いしてるなと思うことがあって、やりがいは大事なんですけど、やりがいは大事だよね、やっぱりそうだよねってなって、じゃあお金と時間はどうでもいいかって言ったら、どうでもいいわけじゃないんですよっていうのを、うん、結構勘違いしてるのかなっていう。そういうのもあるんだ。いや結構あって、お金と時間っていうのは最低限の知識であって、これが当たり前にある中で、やりがいがやっぱり一番最終的には大事だよねっていう話だから、今はやりがいを大事にする方は結構増えてきてるとは思うけども、お金の知識全くないとか、時間の使い方めちゃくちゃ下手っていう人がやっぱ多すぎるっていうのはありますね。てかこれ優先順位かなって思っちゃうんですよね、うん、やりがいが第一優先で、まあ、2番目3番目はまあそれぞれ、時間なのかお金なのかは人それぞれだとして、やりがいで生きておかないとでも人生つまんないかなって思っちゃうし、そのお金だけ求めても限界あるし、時間を突き詰めても多分幸せになれない気がする。あくまでその時間とお金は、まあ人生をより良くするためのツールとして置いておいて、でもお金だけあっても絶対幸せになれない、暇じゃんみたいな暇って良くないかなって思ってて、何かしらやることがあって、なんかそのやることに対して情熱があって、それを楽しめるっていうのが普通に生きてて大事なことかなって思います。そういう意味で美容師ってめっちゃいい仕事かなって思っちゃう。バランスがいいかなって、人とのコミュニケーションも取れるし、技術っていうコンテンツでなんか極めようと思ったら、うん、いろんな極め方できるし、できる、ね、まあ、そういうのはいいやとなったら経営とかすればいいし、うん、とかなんかもういろんなその選択肢が業界の中で結構完結してると思うんで、うん、そういう意味で美容師結構いいから、まあ、掛け算もしやすい、しやすいね、うん、確かに美容師かける
そもそもってやりがいがない仕事が多かったりするから、うん、まあ俺が偏見かもしれないけどそれは作業になりがちな仕事って多いから、うん、多いかもね。日を仕掛ける、まあ、カメラマンとかもしやすいし、まあ、動画とかもしやすいしとか、まあ、カフェとかでやってる人もいるし、うん、とかいろんなやつがあるから、まあ、それでなんかやりたいをやれるためにお金と時間をうまく使おうっていう感じ。 100% アンサーですさすが多分なんですけど、はい、極論暇なんだと思います暇人間、多分かっこいいこと言えないかもしれない暇なんですよ多分。だから人生を退屈にしちゃないだけなんですよ多分、うん、多分そういうことだよ、ね、そういうことじゃない、うん、退屈にしたくないから何かを始めてるだけであって、うん、退屈の方が怖いですね。退屈の方が怖い、うん、確かに何もすることない、そう、何もしないことの方が恐ろしいと思ってしまうからする、まあ、ミスったらミスったで何とかするし、うん、みたいな。そうそう、一番最初の原動力はあれなんですよ、ね、めっちゃマイナスから来てて、うん、ここが嫌だとか許せないとか、うん、あのしたくないとかから来ちゃってる。でも気づいたんですけど、そのしたくないやりたくないと か, なんかそういう負のとこからいくと、いつかそのパワーはあるんですけど、最初のそこから先が生まれないんですよ。なんかその解決しちゃった後、うんうん、楽しいでやらないと多分ダメなんだなって、うん、まあ、2年ぐらい前に気づいて、うん、その やればやるほど暇になるから、うん、まあ、多分そのまた違う時間の使い方になるんですけど、いろいろ試しててちょうどいいとこまだちょっと分かんないみたいな個人的にはなるべくその行動量は少なくしときたくて、あのなるべく動きたくないし、なるべく何もしないようにしたい、できれば無理だけどっていう、なんかその結構省エネでやりたいですね。だからその他の人の 120% が僕にとっての 5% みたいな、そういう感覚で行きたくて、でまだまだそれの途中で、多分 それこそさっき言った時間の使い方とかも、うん、まさにそう、もうちょいうまく使える気はするしっていう感じ僕のだって唯一自慢できる部分が、これは結構他のいろんな美容さんにも言われることなんですけど、僕時間の使い方多分相当うまいんですよ。めっちゃ自信あって。寝てない、まあ、でも寝てないのか寝てないからといって何かやってるかって言ったら別にそうではなくてそうではなくて、だってアニメとかめっちゃ詳しいし、もうめちゃくちゃ見てる、めっちゃ見てるじゃん、そう、全部やった上でなんだけど、多分美容室経営されてる方だったら多分分かるんですけど、僕3月にお店オープンして10月に2店舗目出るんですよ、もう決まって。このスピード感って時間がくっつかないともう絶対無理なの、絶対無理なんですよ正直言うと。やっぱ時間の使い方は相当大事ですね、うん、やっぱり。僕は30までに10店舗出したいんで、うん、予定ではすぐです。そう、でも結構もうね期間が短いから、1年で3店舗ぐらいじゃないんで。そうだね、まあでも、まあ、多分最終の週がすごいな、ね、それをやる理由としては、僕らの世代だとあの美容師としてすごい人結構多いんですよ。僕の戦うステージではないっていうか、まあ、別に戦う人ないんですけどねないですけど、僕はなんかやっぱ規模を取って、この規模なのにちゃんとデザイン性を捨てないサロンをちゃんと作りたいなっていうのは、今美容業界で活躍したいって思う面は今そこにあると。なんだろう、でかい目標とかないとダメなのかなって思っちゃうんですね、うん、そもそもやりたいことをやるだけだから、それに対して、まあ、面白いって思う人がいればいいなって思ってるぐらい。一個でもあれあるじゃん、あのカズマが言ってたから俺もやりたいと思っちゃったんだけど、ビル、ビル、ああ、ビル一棟分僕は美容室にして、うん、すっごい大きい美容室1個ぐらい作りたいなと思ってはいます。ビルやりたいです、うん、ビル倉田ヒルズ作ろうと思って